こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、過去の後悔と未来の不安をね、少しでも減らす方法っていうようなね、そんな話をしようかななんて思います。過去、現在、未来みたいな、そんな感じでね、こうね、時間軸でね、こう区切ると過去、現在、未来みたいな、そんなね風にね、なると思うんですけど、過去っていうのはね、もうね、起きてしまったこと、それをね、かなりね、後悔、自分もね、すごいね、後悔をね、しているところっていうのもね、すごくありますし、それでね、未来ですよね、未来はね、どんななっちゃうんだろうみたいな、そんなね、不安、いろんなね、不安っていうのは、かげればね、きりがないぐらい不安ってありますよね。お金のことだったり、日本っていうね、この国自体がどうなってるのかとかね、地球温暖化だったり、いろいろね、そんくらいしか今ね、出なかったんですけど、いろいろ、本当にね、考えれば考えるほどね、どんどん不安って大きくなってしまう。それをね、やっぱりね、不安でね、いるっていうこと自体ね、本当にね、マイナスですし、過去のね、ことだって、後悔していたらね、本当にね、もう起きてしまったらしょうがないってね、風にね、思えないっていうのはね、ずっとね、こう、わだかまっていて、なんかね、すっきりしないですよね。だからそれをね、少しでもね、小さくする。完全にね、なくなる、消滅するっていうことはね、ないとは思うんですけど、でもね、少しでもね、小さくしていくっていうのは、今のね、全く今のね、現在、これをね、充実させるとかね、幸せでいるとかね、そういったことにね、なるんですけど、やっぱりね、今がね、幸せでないと、今度ね、逆にね、これね、断言してもいいと思います。今が幸せでない人っていうのはね、もうこの先、いつまで行ってもね、幸せではないっていう、その気持ちがね、ずっとこう、スパイラルでね、行って、結局ね、将来もね、幸せではね、なくなってしまうっていうことですので、今、一瞬一瞬をね、どう幸せに、それでね、過去をね、その経験っていうものをね、どう生かすとかね、どういうふうにね、していくのか、どういうふうに考えていくのかっていう、本当にね、いいかみたいなね、そういうね、考え方を持てるならいいんですけど、過去のね、失敗、そういったものをね、いつまでもいつでもね、ずっと考えていてしまうと、今がね、本当にね、幸せではない。そうするとね、それがね、引きずって結局将来がね、幸せでなくなる。今をね、どう幸せに生きるか。それっていうのはもう自分でね、もう変換していく、片付けていく。それをね、また人からね、誰からか、どうにかしてもらいたいっていう、そういったね、気持ちでいると、結局ね、どうにも変わらない。やっぱりね、自分自身が変わっていって、それで自分がね、変わっていかないとならない。自分なんかね、本当に5年ぐらい前まで、本当にね、もう自分、なんで自分ってこんなダメなんだろうっていう、それをね、すべてね、周りのせいにしていた。親のせいだったりね、会社のせいだったり、国のせいだったり、政治のせいだったり、お金がないのはね、自分がね、全然働かないっていうかね、サラリーマンだけでやっていっているのに、会社が悪いだ、国が悪いだ、税金が悪いだみたいな、そんなね、ことをね、全部なんか人のせいにしていた。でもね、そのね、ことがちょっとずつ変わっていって、すべてね、それがね、自分ごとになって、それでね、自分ってね、なぜこんなにね、不幸だったのかっていうね、小さなね、やっぱり幸せっていうものにね、気づけなかった。本当にね、周り見渡せばね、本当にね、幸せってね、もう足元にゴロゴロ転がっているみたいな、石ころみたいにね、ゴロゴロ転がっているってことにね、気づけなかったっていうことがね、一番のね、大きな問題で、やっぱりね、そういったものにね、気づき始めた。ということで、今ね、本当にね、充実した幸せな人生。将来の不安っていうのはね、いくら考えてもね、しょうがない。そのね、不安っていうのはね、なかなかね、取り去られ、
ないんですけど、でもね、このね、今のね、こういった幸せのね、考え方っていうのがあれば、将来もね、大丈夫かななんて少しずつね、まあ、思い始めていた。大丈夫かなみたいなね、そんなね、抽象的ななんかね、投げやりな感じに、ね、なってしまうんですけど、でもね、本当にね、そういった、まあ、本当に前はね、まあ、自分なんてもう生きててもしょうがないみたいな、そんなね、感じに、ね、なっていた自分がね、そういうふうにね、考えられるっていうのは、ちょっとずつのね、進歩。それっていうのは、今のね、こう、小さな幸せっていうものにね、気づけたからかなと思います。それ過去のね、失敗とか後悔とかそういったものもね、まあ今ね、こうやってね、いるのはそれがあったからこそ、今こうしていられるっていうようなね、そんな風なね、考え方にね、変わってきているので、まあ過去にね、あったこととか、そんなのもね、今はね、本当に笑って話せるっていうようなね、そんな感じで、まあそれがあったから今があるっていう風にね考えられる。それで今ね幸せだから、まあきっとね将来もね幸せでになれるっていう風にね、そんなね自信っていうかね確信っていうかなんかそんなものもねすごく感じられるっていう、だからこそ今をねすごくね大事にねしなければいけないなーなんてそんなことをね感じました。なのでね、まあ過去のね後悔や失敗や後悔をね減らす、将来のね不安を減らすっていうようなね、そんなことっていうのは今をね本当に楽しく、まあ幸せにね生きるっていうことでね、全然ねそれがね小さくなっていくって、減らすことがねできるんじゃないかななんてそんなことを思ったので、ちょっとね今日この話をしてみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。